はい、どうもこんにちは、ピアソンです。今回ね、本編入る前にですね、この人形師の能力が実際にね、ゲーム内と、公式の出している、説明文書、昨日のね、スキル説明動画と実際に違う部分があって、それをね、最初に訂正してから本編やっていこうと思います。で、公式の説明だったら完全回復はできませんみたいな感じの書き方であって、その原文を読みますと、負傷している他のサバイバーの治療を受けられず、他のサバイバーを治療する速度も 30% 低下する。まあ、ここまでは合ってて、でその後、他のサバイバーの治療に成功するたび、そのサバイバーと自分の、恐怖値、まあ、ダメージがね、4分の1なので 0.5 ダメージ食らいますよ。で、さらに、治療を受けたサバイバーは、次に治療な、必要な時間っていうのを 20% 増加するっていうふうに書いていて、でそれがどういうことかっていうと、例えばこの心眼を治療すると、即座に治療したのに、自分に 0.5、さらに心眼に 0.5 入りますっていうのが、公式の文だったんだけど、正しくは、これね、めっちゃシンプルで、1回の回復で、心眼が 0.5、自分が 0.5 ずつしか回復できませんよっていう文章でした。なので、これ回復すると、心眼がいきなりね、1ダメージ分回復するんじゃなくて、この心眼も 0.5 で、自分も 0.5 回復するっていうのが、今回の、正しい能力でした。まあ、またこれもね、まだテストアマの段階なので、修正されて変わるかもしれないんですけど、まあまあまあ、だから完全に立て直しはできないから、まあ、自分が 0.5 とこの味方も回復するから、なんていうの、2人分立て直しするのをなんか2段階に分けて半分ずつ回復しましたみたいな感じ。はい、ほら、自分の 0.5 も回復して心眼の 0.5 も回復したっていう感じの能力になってます。なので、せっかくね、傭兵とか回復したけど 0.5 残っちゃったみたいなことには、まあ、なりませんよといったのが正しい能力です。まあ、ただその代わりこの回復のね、時間も30% 遅いし、で、さらにね、この味方を回復したとしても、次の治療に時間が、これ、今の時間がさらに 20% 遅くて、最大これ 50% 遅いのかな、治療が。っていうぐらいでめちゃめちゃ長くて、やばいよね。通常で、21秒。で、それでさらに、遅いデバフがかかってくるんで、もう立て直しをしちゃうだけで、まあなんか50秒近くね、遅延をされてしまうので、まあ回復はね、遅いというには変わりないんですけど、まあ、やばすぎるほどの、修正ではありませんでした。で、この後撮った動画がまあ忍者なんですけど、若干ね、認識の違いはあるものの、まあそこまで違いはないかな。うん。まあ実際ね、この回復デバフに加えて、さらにね、崩壊も3振ってる状態なので、多分対戦相手は相当結局苦しんだんじゃないかなと思います。まあということで、本編の方をどうぞ。さあ、ということで、今回はですね、対人形師戦ハンター遊んでいこうと思います。うん、で、まあ、最初に使うハンターは、まあ、忍者ということでやっていきましょうかね。いや、どうだろうな、忍者戦。個人的には、まあ、その、最初追うのは多分しんどいと思うんだけど、やっぱ後半のその全体負荷をされてしまった時っていうのが相当しんどいのかなとは思ってる。さあ、触った単行者追っていこうか。で、まあ、その全体負荷、まあ、全体負荷を、まあ、バチバチ決めていくと、まあ、ちょっと、後半治療できないじゃんってなりそうな気がしてる。はい、一撃。これをどんどん投げてかましていくと。で、今回あれだね。人形師、送電繋がってない場所回してるから変えてこう、遅そう。さあ、板倒しをした。あ、最悪。まあ、しっかり板割っていこうか。まあ、瞬間溜まったタイミングで行ってもいいしな。さあ、磁石を1回分使う。いいよ。まあ、どっかしらで青に切り替えることはさせられそう。やばい、ここ天井高すぎて何も見えない。オッケーオッケーオッケー、いいよ。で、これ人形師が触ったってことは向こう側回してるね。これ人形師にガンガン行ってもいいけど、ちょっとまだダウン取れる体力じゃないから、まだ飛ばなくてもいいかなとは思う。どうでしょうか。さあ、青つけて板倒してこないか。どうだろう。さあ、誰だ。ああ、少女少女寄生してる。でかくね、これ。いいよ、1回分届け。あー、強すぎ少女少女強すぎー。まだ大丈夫、この分回復回ってないってことですからね、まだ問題ない。1回分スタンして、あ、最悪、これきつい。これスタン取りたかったな。さあ、フラホ、あ、フラホ貫通した。でかいな、これ。赤つけてもいいな、赤つけてもいいけど、傭兵とこ瞬間でも全然いいな。1回分使う。で、離れていく感じね。これどうしよう。青付け替えて、行ってもいいけどな。まだ人形師行くのはちょっとあれなんだよな。遠いんだよな。遠いというか、体力があんまり。よーし、うますぎ。コンコンしたね。このタイミングで人形師行くわ。触ったね。触った瞬間で、ここで人形師行きます。これ結構きつい地域なんじゃない？これ、下に下げて、
これも誰もできないからね。オッケー。やっぱスタンから入ると結構しんどそうな感じがする。まあこれ今のされたら持つサバイバーの方が少ないか。チェイス、よしよしよし、オッケー。あそこに来てる炭鉱を赤つけてどんどん負傷させていってもいいな。あれ、シュート投げた。シュート1個消えてない。なんか消えていったけど、ここだ。出ないよな。オッケー、まずは一撃こうか。合ってるかな、これ。これ救助いけないね。やった、これ救助会だ。オッケー、よし。ちょっと PC 版なので操作がだいぶ怪しいんですけど、これもらったかもしれないな。でも人形師この後のセカチが結構伸びるキャラクターだから、それだけ気をつけたい。オッケー、これで傭兵ダウンで、少女がどっからか来ている。やばい、少女が救助を成功している。まあでもこれでも何でもいいよな、正直。やばい、全部外しまくってる。さあ使うか。オッケーオッケー、1回分使った。まあここですり替えでいいわ。まだ言うても暗号機5台だしな。このターンで1回釣りから入って、でしっかり分散だけしていこうかな。つなぎ直しで、おそらくどっかこの辺で立て直しをしてることでしょう。あんましてないか。してないわ。治療1回やめた。いるね、すぐそこいるわ。ただ傭兵が行ってるので、あーこれ無傷されちゃうけど、これさ、でも1回傭兵ダウン取っといて、あそこだけ繋がってないのか。傭兵釣りでもいいけど、いやこれ飛んだじゃないですか。これ傭兵に飛んでるんですよ多分、おそらくですけど。傭兵に飛んだ。あ、傭兵に飛んでないわ。ということは、じゃあこっち側角かな。あ、ここでもないか。なるほどね。これ一回青を踏ませて、めっちゃ使う。ここね、スタン取って、オッケー。危ない。いろいろ、わちゃわちゃしてたけど、これそっか、人形師回復できねえ。なんか回復してえなと思ったら、人形師回復できねえんだ。けどこれ回復したってことは、少女を回復したんだ。少女を回復して、でその後に、自分自身の 0.5 が少女側に行くからっていうやつだ。ってことはどっかで立て直し、いや院内を回復してるということは、まあ、どっからし、いた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 、いるんですけど、どっち側から来るかな。これ治療してるか。やめた、入っていった。これ少女にやってもいいけど、一旦この窓だけ封鎖させてもらって青つける。で、炭鉱飛び。まあ、こっから肩上がりできるけど、これ別にこれ、どうなんだろうな。次殴っていいか。あ、これいったね。肩代わりはしたもののだよな。これ赤つけとく方がいいな。人形師を奪い。同じ色のやつで分配させまくって、人形師に対するダメージは少ないけどっていう状態をたくさんやってた方が、なんか良さそう。OK! これで少女にもダメージを与える。揺れてないってことは、あっち側ら辺で立て直ししてるんですよね。この読み瞬間。オッケー。少女をまずはダウン取って、で、この辺に、あれ傭兵いないのか。人形師が触り始めた。これ、地下だから地下釣っちゃおうかな。あ、普通に立て直し終わったよ、傭兵。で、まあ、どっからかしら救助は来るとは思うんだけど、あ、間違えた、下ろしちゃった、間違えた、やばい、これ、もう分かれてしないよね。オッケー。で、向こうが人形車まだ回してる。これシェアだけ外しとくか。外しといて、絶対赤だけつくようにしたい。あれが人形車ね。まあ、傭兵がどっからかしら来るんですけど、いたよな。これヒットすればダウンして、オッケー。でかい。この2連撃でかすぎる。あまりにも。赤つけたいな、一緒に。赤つけて、これ少女にも赤つけたい。これ一回分配して、シェアというか、肩代わりするんだったら、OK、これでいいよ。OK、これでまずは傭兵もダウン。これ次ここどうだ。あ、最悪ミスった。あ、いた、なんか帰ってきた。いた、うまっ。まあでもこれもう、限界あるな。
まあ、人形師とシェアさせてもいいけど、これがめんどくさい。で、ダウン取れるから取っちゃうわ。あそこはまだ、まださ、出るのやめて、回復に来たのか。回復来てる。まあ普通に釣りから入っていってもいいかな。うん、まあ、やっぱ人形視線な忍者やりようすごいいろいろありそう。戦略の幅がすごい広そう。これではあ今使えたけど反応できなかった感じが今のもね1回分構築でもワンチャン吸収できるのが強いな。さあということで今回通常ハンターのイタカで遊んでいこうと思います。まあイタカとかファーチはねさすがに追うのしんどいとは思う。うん、まあやっぱこの通常攻撃しかないし、その風をうまく無効化されたらやっぱ何にもできないよっていう時間が結構あるから、まあその時間がうまく作られちゃったら、まあしんどいなとは、思います。こっちがいる。公開者アイテム使わせたいな。グー。これ、OK、OK、使うでしょ？あの上いるくね？これ上脇したのか人形師。じゃあちょっとこれ人形師チェイス。追ってみようかな。さあ、降りるか。降ろす。さあ、左右なのか。左右だね。ああ、左右ね、あそこも来たと。で、墓場。墓場はね、これね、残念ながら追わないんですよ。追わずに、ここにいるサバイバーを追っていくのが今一番良さそう。これなんだ、アイテム。香水ではなさそう。あ、まだ、オッケーオッケー。あ、それじゃないわ。危ねえ、ギリギリ取られたかと思った。これ何引いたアイテム。銃っぽくねこれ銃だな。さては。これどうしようもねえよ。避けようがねえ。これ早めに使って、あ、ライトか。オッケーオッケーオッケー。やばい、やばい、邪魔すぎる。まあでも、これで、あ、うまい！いいフラホだ。ここを破壊して、グイーン、ほい！オッケー！よし。まあポジションも強かったし、墓場とか、まあ強ポジに行かれたらさっさと人形師追わずに、別キャラクターを追うのが、まあ個人的にはいいんじゃないかなと思います。まあそれがやっぱ一番、あ、間違えた！また下ろしちゃった。いいよなとは思う。オッケー。でまだ3ナイトを回してる。まあ結果的に1で上がったぐらいか。何？オッケー、でかい。これ当たったのでかくね。近づいていって、これ DD 取れそうだけどな。これ据えてる。オッケー、よっしゃ。時計間に合わなかった。崩壊師は心の目で追うんですよ。今心の目で教えてくれました。あ、これ据えてるなって。で人形師の回復止まってるから入るけど、うん、そこにいるね。上げてきたのか。まあ一旦ドキャンプかな、さすがに。どっちから来てもまあダメージペースをどんどん増やしていきたい。まあ9割救助になるのか。2人救助だから。これ使ってる最中ってさ、あんま殴りないよね。硬直だけ生まれちゃうから。あれ、あ、うまい。壁できたのか。しっかり風使って、やっぱあえて壁とか入れると教授みたいな感じで強いなと思うわ、めっちゃ。これで今の救助シーンで 0.5 で抑えて帰っていったからね。できればもう一回アイテム使わせたい気持ちはある。また下ろしちゃった。どうしよう。あそこにいろいろいるのはわかるんだけど、まあ、一旦回復回させないようにしたいかな。この上誰か回してるな。多分これが曲芸かな。降りてたりするかな。降りてます。あー、落ちなかったけどラッキー。なんかいい感じになった。でかいこの地域。まだ誰も回してないな、回復。いいよ。赤玉、赤玉じゃないね。赤玉じゃないけど乗り越えかましまくってグイーン、うまい。あ、これ食らっちゃうわ。まあでもこの無限乗り越え、うまい。いい球だ。いい球小僧です、この極栄士。ほい、オッケー。さあ全体的に回復が終わったものの、まだ強いな。なんか知らない間に人形師の体力減ってるしな。この一等航海士を回復したことによって、わかりますか、この自分が 0.5 受けてたやつが回復されてて、結局やっぱこの 0.5 系ハンターじゃなかったら回復し放題だな。これが今使ってるキャラクターボンボンとかだったらまたねちょっと違ってくるんだけど、この救助が次難しくなるから2段階回復をしようねってなるから、まあ、やっぱどっかでほころびを生ませられそう。チェイス云々っていうよりも
そのキャラクターのどっかのハンター側の立ち回りでその0点がうまくついてきそうだから、そこがなんかすごい難しいなと思う。これダブルダウン取っちゃおうかな。悩むな。ダブルダウン取るわダブルダウン取ります。これどうしよう、倒すかな。いた、倒したら君も終わりなんですよ。 OK、 ラストがここの暗号機だから、ここの暗号機一生寄せ続けとけば大丈夫だと思う。で、近場に地下もあるからワンチャン曲芸まで拾える説があるんですけど、どうだろう。あー、いたね曲芸。あそこの道子前でダウンしてるわ。あそこの揺れは止まってる。まあじゃあ無理して行かなくてもいいか。ダメージペースしっかり増やしてってやっていけば大丈夫そう。いないね。どっから救助来るんだろう。多分墓場の奥の方な気がするけど。極限起き上がった。でも今から新規回さなきゃいけないから、向こう側の2階建てを回すかどうか。一発殴ろうかな。あ、でかい。ここも多分アイテム使った方が強いんだと思う。うまい。これ強いな、マジで。それマジで強い。このやつさっき左右だったから、これダウン取るね。OK、でかいよ。で、ここでチェイス瞬間、絶望ので、航海士ダウン取って、で、2階を回してると。いいね、ここも少し回ってるけど、これ多分ダブル釣りから入れるから救助無理だと思う。爆速で救助来たらちょっと間に合っちゃうかもしれない。あ、爆速で救助来そう。どうしようかな。一旦釣っちゃうか。一旦釣って、で、救助してもいいから、ここの暗号機をひたすら守る。その動きを徹底していこう。多分そろそろ救助入る。入るけど多分どっちかは殴れる。OKOKOK。この航海士の方殴れたら全然それでいいや。で、あとはこの極刑士。これフラフォが多分ね、そろそろ帰ってきてるんですよね。黒玉踏む。フラフォも使うけど、OK! よし。いや、でも結構強くない？こうやってさ、さっきも何回も 0.5 で帰ってくシーンがあったから、全然なんかデバフ以上に強い気が個人的にしました。まあ気になるのはやっぱ、ハンターによって多少やっぱムラがあるから、ランクマとかでは使いやすいのかちょっと不明だなという点が、まあ今回テストサーバーで触った感想です。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。